はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続き2月に行われた翔平図紅白戦の後半の様子をお届けいたします。前回の動画見ていない方は、概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。はい、そして現在は5回、チーム翔平対チームヒロト、今チームヒロトが3点差で勝っております。この回からブラザー TV 藤川さんがマウンドへ上がっております。外のスライダー3人切りです。ナイスピッチ。そして5回になってね、まあ人数が多いので、翔平が初打席を迎えます。さあ、どんなバッティングでしょうか。はい、大きく振ってきますね。初球は空振り。はい、ワンストライクとなって、これインコースの変化球をショートゴロ、検査とさばいてファースト送球アウトとなります。はい、1打席目はショートゴロでしたね。はい、そしてバッターには両平、ラストバッターです。で、これ先っぽ当てましたね。いけっつますね。はい、そしてピッチャーゴロと、はい、ツーアウトです。さあ、ここで1番に帰り斉藤さん、ちょこんと当てたが、うまく当てたが、ピッチャーフライ、こちらも3人でピシャリとなります。はい、藤川さん、また投げます。はい、ナイスピッチ。外のスライダーで三振に。今泉さんとのコンビもいいですよね。はい、そしてこれフラフラっと上がった打球がショートフライとなります。留学ナイスキャッチ。はい、スタートの取り、これがポツンと当ててしぶとくレフト前へ。前田さん、ナイスバッティングです。はい、そしてバッターにはオットさん、ここ力入ったかな。藤川さん、ここに大きく外れてしまい、フォアボールとなってしまいます。さあ、ピンチでナオピーさん、これがバッテリーエラーの間にランナーがそれぞれ進塁となります。さあ、これでね、さらに得点圏となったところ、ナオピーさん、おたけびスイングできるか。いた、これただ、おーほーほーほー、ファーストのナイス反応、大久保がナイスキャッチです。はい、結果無失点で抑えております。さあ、藤川さん先頭、これがどうかどうか、ただこれはセンターフライとなります。はい、ワンアウトです。さあ、1打席目いいバッティングをした三浦さん、これも打った、さあ、おー、ナイスキャッチ、ファーストもアウト、いや、サードナイスプレーです。はい、バッターには龍我君、はい、打った、これがライト、もう太陽とかぶったかな、ナイスキャッチ。2イニング連続で三者凡退です。木村さん、ナイスピッチです。はい、藤川さん、この回もマウンドに上がります。はい、これがショート、ちょっとジャックでした間、ただマーベツさん、ガンダです、ファーストセーフ。これがね、全力疾走のね、やっぱいいところですよね。はい、そしてこれ上がった打球はセンターフライとなります。はい、ワンアウト、高く上がりましたね、これ。はい、そしてここスタートして、マーベツさん盗塁成功、ナイスランです。マーベツさん、本当に走塁に積極的ですね。はい、そして高橋さん、これ、おー、ナイスキャッチです、キャッチャー。はい、三振となってツーアウト。そしてバッターはヒロト、これがライト前に落ちるか、落ちるか、ダイビング、ただこれが取れず、馬淵さんが帰ってきて、さらに1点を追加となります。でね、これライトもナイスガッツでしたね。いや、いいガッツでした、斉藤さん、いいですね。はい、そしてバッターには大井さん、これデッドボールを当ててしまいます。さあ、先頭に帰ってバッターはクリッチ、あ、コツンと当てた打球、じゃあ藤川さん、ゆっくりとファースト送球してスリーアウト、後続の、ピンチは抑えております。はい、そしてバッターは新山さん、このフラフラッと上がった打球、キャッチャーフライ、ワンアウトです。さあ、宝崎さん、打てるか、打ったー、この当たりは当たりが良すぎたか、センターフライとなってしまいます。さあ、また3人で終わってしまうのか、バッターには久保倉、大久保くん、打ったー、強烈な打球がレフトへ、久々のヒットですよね、ナイスバッティングでーす。はい、3イニング連続3人で終わってもね、あんまりいいんじゃないので、はい、なので、そしてこれうまーく合わせて打った、ただ終わった、あと、あっと、まさかの転んでしまい、ライトゴロとなってしまいます。いや、いいバッティングだったのに、もったいなかったな、今井さん。はい、そして藤川さん、この回もマウンドへ上がります。いやー、近藤さんのスイングもいいですね、ただここは三振となっております。さあ、バッターアクセル、これ
よく見ましたね。藤川さんも誘い出したんですけどね。よくバット止まりましたね。さすがですね。はい、そしてこれがワイルドピッチとなって、くすぐきくんが BLE へ進塁チャンスになります。さあ、バッターには翔一郎くん、 SWBCA 代表です。さあ、打った、ガツンと、ドカンと打った。これがレフト下がって、はい、これがワンバンで越えてエンタイトルツーベース、ナイスバッティングでーす。でね、そこ相当悔しがってましたね。あとちょっとでホームランだったね。ただ、いや、ナイスバッティングですね。さすがです。はい、そしてバッターには木村さん、これ外のスライダー、空振り三振です。はい、藤川さん、ナイスピッチ。そしてバッターには鎌田さん、これ外いっぱいストライク、2者連続三振でチェンジとなります。そして健さんがマウンドへ上がります。健さんが投げてるところ、まあ、よく話してたんですけど、見るの初めてだったので、いや、めちゃくちゃいい球投げるなと思って。はい、そして、まあね、翔一郎君の肩もね、健在ですよね。はい、先頭の岸本君、これ、打ったー、強烈な打球がサードを襲う、そして抜けていく、レフト前ヒットです、いやー、ナイスバッティー。そしてバッター、杉本さん、ただこれは三振となってしまいます。さあ、渋谷さん、打った、フラフラッと上がった打球がレフトの前に落ちる、クリッチ、猛チャージも間に合わず、チャンスとなります。ただね、まだ1点も取れてないんで、これで、ね、どうにかしたいところですよね。はい、そしてバッター、リュウヤ君、ただこれ外のボール、いいボールですね、三振となってしまい、ツーアウトです。さあ、バッターは絆グローブ代表、ユサさん、打った、これが変化球をうまく合わせてヒットとなり、そしてランナーがホームイン、やと1点を返します。いや、ナイスバッティングです。はい、ただその後はサードしっかりとさばいて、まあ、1失点はね、しましたけれども、最終失点で切り抜けました。はい、そして最終回チームで、最年少の龍河くんがマウンドへ上がります。いや、本当にいい球投げるので、はい、最終回思いっきり投げていってほしいです。はい、先頭のミングさん、これがうまく合わせた打球、ライト前、はい、食らいつきましたね。絶対に三振しないって言ったようなスイングで、それがヒットとなって、いや、ナイスバッティングです。はい、そして前田さんの時はフォアボール、これで、はい、ノーアウトランナー 1,2 塁となります。高く上がった打球、これはサードのファウルフライとなってきます。めちゃくちゃ高く上がりました。はい、そしてバッターにはナオピさん、はい、これ、ナイスキャッチ。ただ、送球が逸れてしまい、ゲッツ取れず満塁となってしまいます。はい、そしてここでバッターには、馬淵さん。よいしょー、ガツンとー、よいしょー、ドーン、ファイター、グランドスラムナイスバッティングです。ここで打つか、ちょっとリプレイご覧ください。これね、難しいものだと思うんですよね。インローの体かな、カーブかな、もう完璧アーチで一挙4点となります。いや、ナイスバッティングです。はい、そしてバッターにはケンさん、ちょっとね、リオ君力んじゃったかな、フォアボールとなります。さあ、バッターには高橋さんのチーム最年少対最年長の対決、これは最年少龍河君に軍配が上がります。はい、そしてバッターひろとのタイミング、これが盗塁を決めてますね。で、すいません、ちょっとここでなんですけど画像が変わってしまいます。ひろとはアウトとなっております。はい、そして最終回なんとか追いつきたい先頭翔平からですが、これが、まあ、当たり良かったですけどサードゴロとなってしまいます。はい、そしてバッターには良平、これもフラフラっと上がってしまい、ショートフライとなり、ツーアウト。さあ、斉藤さん、ラストバッターにならないように。はい、ここ。デッドボールですね。ツーアウトから出塁となります。はい、そしてこの場面。斉藤がスタートしている、セーフ。まあね、点差は離れてますけどもね。アウトになったら試合終了と場面で走ってきました。ただ藤川さん、これがセカンド大井さんががっちりキャッチして試合終了です。いや、ナイスゲームでした。
9対1でチームミドルと勝利。ゲーム。さて、お願いします。ホームラン打ちました、マウスさん、前、お願いします。ホームランとして、ソフェ TV のマスクを贈呈いたします。さあ、待って待って、ウイルスに負けない。これ募集、これ募集、募集 MVP 賞もうこれは一人しかないと思います。グランドスラムの馬淵選手です。おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。一言思いますか、一言。すいません、じゃあ一言。ウイルスに負けない。これはボツで、ちゃんと真面目にします。カットカット、はい、ちょっとこれめっちゃ昨日から欲しかったんで、ストーリー見て。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アッシャーそう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アッシャー。視聴平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜー。